耳はどうかな。それ二文字目で噛んだよ今。私よりもひどい噛み方だった。テクチュー。耳垢じゃないよ、耳垢だよのラジオは。せーの、耳ラジ。クロックアッププレゼンツ耳ラジ、クロックアップの池田かなめでございます。パーソナリティの杉原まつりです。そして本日のゲストは、8月27日発売予定、クロックアップ様の最新作、眠れぬ羊と孤独な狼外伝でシューリーファーを、シューリーファー役をやらせていただきます、葵時生です。もうでもシューリーファーをって。シューリーファです。シューリーファーを。これ漢字読むの難しいの。ちょっと読めないな。これシューリーファ、はい、ホームページにもねもうビジュアル出てますけれども、はい、出てましたね。割とねこうちょっとキリッとした感じの、ね、はい、クールなお姉さん、はい、一体どんな声になるのか今から楽しみでございます。はい、まだ撮ってない。ないです。そうです、このラジオの第一点ではまだ撮ってないですね。このラジオ収録日ちょっと別の音声作品のちょっと音声編集とかもやってましたけど、おお来た時に撮ったんですよ、うん、台本があってんと、うん、台本があって誰ですかって聞いたら聞きたくなっちゃって、そう一人先にちょっとね聞かせていただいちゃって、まあ、あのメスガキ分からせ者なんで、そういや最高だった、ね、うん、だってねもうね答えちゃったあーってそうお名前を聞かずにはいられなかったよね。はい、ぜひね、多分近いうちにも発売されると思うので、うん、なんかラジオが更新された次の週には多分もう出るんじゃないかな。わからせメスが、なんだっけタイトル、なんとか、タイトルなんだったリアムちゃん。リアムちゃん、そう、リアムちゃん、ひらがなリアムちゃん。完全にもう音声リアムちゃんだったね。はい、ぜひね、そちらの方もよろしくお願いしますと。はい、今日は、まあ、シューリーファ役の CV を担当ということで、うん、はい、はい、クロックアップにも結構もう何度か出ていただいてますけれども、はい、はい、葵時生さんが遊びに来てくださいましたと。よろしくお願いいたします。はい、でちなみに前から気になったんですけど、はい、葵時生さんなんですか、葵時生さんなんですか。あ、どっちでもいい。あ、なるほど。時生じゃないの、時生なの。時生だと思ってたんですけど、あ、時生って言われたら、あ、時生になれるか、私も時をその船を漕いでいく感じ、ね、もしくは畑を耕したり塩を作ったりとかするやつか。その前田んぼ作ってましたよ。あれ地から田んぼ作ってましたよ。あ、そうですね。はい、そんな感じでですね、はい、なんだかんだ言って養老企画原案の森種さんの作品といえば、実は夏の鎖にも出ていただいて、はい、あれがクロックアップ初です、ね、初ですね。はい、そこから割と長いこといろいろやっていただいております。ご縁をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、もうオープニングなんかあります？なんか聞いていただけるとあります？特に。はい、まあ、さっさとじゃあオープニング終わらせて、お便り、普通の方に行きましょうか。はい。はい、ということで、耳の穴も下の穴もぬれぬれな30分間。クロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳山だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジ。この番組はクロックアップの提供でお送りいたします。はい、改めましてクロックアップの池田かなめです。杉原まつりです。そしてゲストの葵時生です。というわけでまずはこちらのコーナー、ふつおた。このコーナーは番組に寄せられたお便りメールを紹介しつつまったりトークするコーナーです。イエーイ。改めて久々のクロックアップ様の新作ゲームが発表されますね。はい、これはあれでしょ、養老の養老外伝ですよね。はい、ゲームといえばスマートフォンアプリゲーム全盛ですが、全盛期ね。そうですね、うんうん、夏休みはお家でじっくり遊べるパッケージゲームをぜひ。ゲスト&パーソナリティの皆さん、夏といえばというゲームはありますか。夏といえばというゲームって言ったらあれしかないじゃないですか。あれしかないじゃないですか。夏の鎖に決まってるじゃないですか。夏って書いてあるじゃん。夏の鎖ですよ。ちょっと、そうなんだろうなってうすうす思ってたけど。いや、うすうすないじゃん。まあ、僕は僕の夏休みって言おうとしたんですけど。あ、なるほどね。一生懸命ね、コクワガタでオクワガタを倒すために頑張った。でしたっけ。昆虫捕まえて昆虫同士対戦させられるんですよ。虫キングではなくて、虫キングではなくて。そうするとね、その主人公 その田舎行った時 の、うん、その悪ガキみたいなのがいるんですよ、はいはい、ジャイアンティーなのがいるんですよ、うん、そいつが主人公に負けすぎると、もうこうなったら秘密兵器出してやるって、秘密兵器、昆虫に対してアメリカザリガニ出してくる。強っ。
なんかマジかよ大人げないって言おうと思ったけど大人じゃないんだもん。確かにな。するよね。いやぶっッと一生懸命頑張ってました。なんだろうな、夏のゲーム、夏と夏の鎖でしょ、うん、なんかでもホラーゲームとかですかね。ああ、いいですね、ホラーゲームね、うん、ホラーゲームとかかまいたちの夜とか、ね、ああ、サウンドノベルシリーズ、そうそうそう、あれは夏にやりたいですね、うん、僕あのゼロとかやっぱりゼロ、あの幽霊を写真で撮るやつ、ああ。だよ、これホラーゲーム苦手ですか。なんかバイオハザードまで振り切れればいいけど、バイオハザードはホラーゲームって言っていいのか。サバイバルアクションでしょ。あれはホラーではない。そうそう、だけど、うん、あの呪音とかどうですか。ああ、あのボタンを押してドア開けようするとドアの横から手がガーってこう来て、その時にあのウィリボコがブラッて震えるんですね。いやもう絶対それ投げるじゃん。投げないですよ。あ、投げてもあのあれでストラップでくっついてるんで戻ってこないブラーンとか。もしくは投げた勢いでどっかブラーンってきてガチンって当たって痛い。骨に当たるやつじゃん。ホラーゲーム系のさっき言ったあのサウンドノベル的なやつも、はいはいはい、あれを ASMR を使って急に脅かしてくるような、真後ろからファッて。あ、でもそういう音声とかもありますよね。そうそうそう、あ、ホラー音声とか一回やってみます。やってみたい。やってみます。夏のホラー音声いや、トラック別にして売りますか。せこっ。まあ、さっきからね、そう、あと新作のね、どういう音声作品が流行るかっていうお話をしてたんですけど、ね、でもあれですよね、稲川淳二さんとか、あ、夏のなんか怪談話のあれとかあるじゃないですか。ありますよね。 あんな感じで ASM でやる。 あ、いいですね。あ、そうね、右から左で、そーっとね、右から左に後ろからね、ヒヤーって空気がして怖いな怖いなって思いながらね。稲川淳二さんなのよね。もう本家があるやつなの。いや、二番煎じでもいいですよ。まあなんかでもやりたいですね、うん、楽しそう。では普通歌をまずご紹介していきます。はい、ハンドルネームファンネリアムさんからいただきました。ありがとうございます。初めましてかな、うん、あんま聞いたことないようですね、うん、池田さん、まつりさん、ゲストの青井時生さん、右ミラジは、ミラジは初投稿です。そうですね、僕のこと池田さんって書いてくる方は初投稿です。あ、そか、兄貴ですもんね。そうそうそう、なぜかみんな兄貴って書いてくる。私は3月から美少女ゲームに初めて手を出してハマりました。おお、それと割とフレッシュな感じですね、うん、さらにゲストの青井時生さんに激ハマりしています。おここ3ヶ月で時生さん出演作を中心に特典欲しさに新作パッケージ、旧作ダウンロード版含め53本購入したのですが、うん、すげえ、すごい。え、だって1本1000円だったとしても5万3000円なかなかですよ。1000円では売ってないじゃないですか。新作って言ってますもんね。新作ってことは1本だいたい7、8000円ぐらい。なんかぶっこんでますよ。あら、10本で7万ですよ。おお。でそれは50本ですから、7530350。何事もでもスタートダッシュが大事です。あのちょっとワーカーはあのちょっとね、ワーキングプア層の年収ぐらいは使ってる。皆さんは短期間に大量購入したものはありますか？もしくは購入しただけで満足し消化できなかった失敗談などありませんか？あ、まあ私はちゃんと積みゲー消化してますけどね。かっこ多分だそうです。53本ちゃんとプレイしたの。すげえな、すげえな、すごいな。いや、青井時生さんの出演作品とかをね中心にって言ってるから、うんうん、いやもう青井さんとめっちゃやってんじゃんって。多分半分ですよ。もう青井さんのああいう声全部聞いてんじゃんって。いや、結構ね音数出させていただいてると思うので、うん、あ、すごいすごい、まあ、本当にありがとうございます。ね、お姉さんの時の葵さんと、あ、そうか、エルフの時の、エルフの時の葵さん、人妻の時の葵さん、すげえじゃん。夏の時の葵さん、なあとビッチの時、いろいろある。すげえな。すごい。大量購入したもの。大量購入最近しました。はい、どうぞ。私焼きそばソースだけ。あの粉末の焼きそばソースが好きなんですよ。粉末の焼きそばソースって売ってます？売ってないんですよ。それをあ、だから、オークションとか、オークションとかそういうメルカリ的なラクマとかそういうなんていうんでしょう。あのなんていうんでしょう、焼きそばのインスタント焼きそばあるじゃないですか。はい、あん中に入ってる袋。じゃあインスタント焼きそば？そうそうそう。うん、その麺的な。あー、なるほどね。その三色入りとかのマルちゃんのあるとか。私すっごい野菜入れるのが
多いんですよ。あ、なるほど。麺1に対して野菜3人前ぐらい入れるから、そうすると粉1つは足りないと。足りないんですよ。でかといってこの液状のドロッとしたやつが好きじゃなくて、あ、まあ水分つきますからね余分に。なので大量に使うとあれだけ足りなくなると思って。ああ、僕おすすめはね、あのあれです、あの3色入りのマルちゃんの塩レモン焼きそばの粉、へえ、まあ、めっちゃうまいっすよね。あれで野菜炒めるだけで食える。メルカリで売ってる、わかんない、見たことないです。その話をさっき葵さんに聞いて、そんなものが世の中には売られてるんだっていうことに。そう、粉だけ。粉だけ。いや、でも初めて買ったんですよ、うん。初めて買った上に、しかもまだ今年1回も焼きそば作ってないって。3色入りのやつあるじゃないですか。3色入りだと、はい、あの袋3つ入ってくるんですよね。はい、なので、玉2つで袋1つで使って。あそれでも割とね、味はつくんだよ。でもそれでは足りないから、足りないでもなんか結構あの出品見たんですけど意外に売れてるんですよ。で皆さんやっぱ需要と供給がしっかりマッチしてるなと思って。焼きそばソースってその液状のやつだけ、うん、結構種類がいろんなブランドから出てたりするんで、うん、そうそうそう、オタフクがあったりとか、いやマジで粉売った方がいいあの人はいやそうじゃなくてちゃんとメーカーさんがあの粉だけ販売した方がいい。そう、粉だけ売ってないんですよね、うん、なんか大量購入。はいはい、はい、私最近進撃の巨人全巻買いました。お、素晴らしい。もうコミックで、まあ、最終回しましたからね、はい、本で、本でやっぱ本いいっすわあ、その電子書籍の昨今じゃなくてやっぱコミックス、紙めくる香りがする、匂いがする、インクの匂いがする、なんかやっぱシワシワになる汗かくから、ね、あの手に汗握る内容だから全て込み、やっぱ紙いいなって思って、うん、なるほど、サイズ感だったりとか、まあまあちょっとむせび泣いたんですけど湿った、もう大変なことでしたよ。あの買ったらあの全員応募スクラッチっていうのがあって、はいはい、なんか金の巨人銀の巨人がスクラッチで削ると出てくるんですよ今キャンペーンやってて、はい、1冊につき1枚くれるんですよ、はい、金の巨人が出たらそれ1枚で全員応募チケットになる、はあ、あ、なるほど、銀だと3枚と、銀だと3枚必要なんで、はい、まあ、2口当たりまして、はい、もう今待ってるんですよ記念小冊子と涙を拭うハンカチセット持ってるんですすぐ送ってやりましたからねまあ当たるといいですね。でもね、当たります当たります、それは全員プレゼントなんで。あ、そうか、チケットあのスクラッチが当たった人はね。あ、なるほど、もうそこの時点が抽選みたいなもんだ。そうです、そうです、なるほどね。それもメルカリで売ってました買ってないですけどそれまあ本そんな買ってたらねそれ当たりますよそうですね、なんか買いました。僕はなんだろうな、最近あのスケボーにハマってて、なんかスケボーを買っちゃうんですけど、結局でも4つぐらい買ったかな。だからスケボー買っても結局乗りに行くっつうと1枚じゃないですか。そうですね、なんでそんな買ったんだろうって、うん、なんか違うんですか。デッキの柔らかさとか、デッキの柔らかさ、あとなって何、あ、足乗っけるところがそのやっぱり柔らかいやつ、うん、ペニーってご存知ですかね。あのエッチな意味じゃなくてあのペニーっていうなんかプラスチックでできたっぽいやつ、いろんな色があって、あれのサイズがあって22インチとか27インチとか、あとイロスっていう卵みたいな形の短いやつとか、そういうのをもう 4,5 枚ぐらい買ってます。すげー大量購入だ、うん、あ、1つね2万ぐらいするんです。あ、でも趣味のものって何でも結構お値段しますもん ね私の3万円使った話はしないで。あれあれあれそれこそ語り草なんじゃ。もう次行ってみよう。あみんなオンラインくじには気をつけてオンラインくじって手元に残んないから、こんなにやっちゃったらまずいな。いや、手元にちゃんと送られてきますよ。ただその時にはいらないだけで。そう、ただその時にね手元にないからそうです、こんなにやっちゃったどうしようっていう気持ちにならないんです。あー、気がつくとクレジット、うん、画面にこれだけこの数だけ出てますよっていう数字しか見えないからガチャじゃん。で、そうだ、ガチャですよ。ガチャです。でも一応後から品物は送られてきますよ。あ、そうですね、40個え続けていただいて、はい、はい、ハンドルネーム、もういいよ私冷やし中華やめるさんからいただきました。やめちゃうんだこれからの時期本当はね、始めてほしいんですけどやめちゃうんだなんかこれ確か何なのかな、アイカツかなんかのコメントですかね。
はい、兄貴まつりさんときおさん耳ラジは今年も7月7日がやってきてますね。いやいやいそう冷やし中華の日つお前やめるっつったじゃないか思い返せば星ラジを聞くときはカレーを食べるという謎の決まり事がリスナーの中で流行り、血迷って作った冷やし中華カレーが想像以上のまずさで冷やし中華カレーってなんすかね。冷やし中華の上にカレーをかけるの。冷たいカレーですかね。冷たいカレーならまだいいですけど、酸っぱい、やだ甘酸っぱいカレーってことですか、ね、まずいだろう。後からネットで見たら結構レシピが載ってて先人の知恵を参考にすべきだったと後悔しましたね。うん、別々に食べるべきだと思う、うん、皆さんはどんな時に先人の知恵助かるわと感じましたか。僕はそれこそ今ねさっき話しましたけど、はい、スケボーなんかはやっぱり、あ、うん、先人の知恵、こうやったらうまく乗れる、うん、こうやったら練習しやすいとか。ゲームの攻略ぐらいですね私は。あ、でもゲームの攻略って言うの最近そんな攻略が必要なゲームとかって。いやマップが覚えら自分で覚えられないから、あここかここかって全部示してくれてた方がゲームが好きじゃないんですよ、クリアしたいんですよ。最近ソシャゲとかだとね、その目的地があったら目的地 のここどこどこどこに行って何々をするんだよっていう表示しているところをペッてタップすると勝手にキャラクターが走ってくるぞ、もうそれすらないんだ。なんかマップとかっていう概念がない。そうマップを見てそこの位置を探すとかじゃなくて、もうペッと押したら勝手にマップのその位置までキャラクターが走ってくる。で話さなきゃいけない人の目の前まで行って勝手に話すところまでやってくれ。へえ、みんなクリックしたくないんだね、タップをしたくないできるだけ少ないんだな。でましてやスマホとかになると画面が小さいじゃないですか。だからその画面を広げて自分が今どこにいるのか把握してとかやってる、多分まあ面倒くさい。そうですね、先人の知恵なんだろうな。なんか作るときとかかな、ご飯にしても、うん、なんか小物とか作るにしても。あ、なるほど。今 YouTube とかで例えばネイルとか、あー、はい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 、やり方とか、あとこの間ポーチ作ったの、 YouTube 見ながらポーチを作ったんだけど、いつまで経っても一箇所だけわかんない早いから、パーって縫うのも2倍速で撮ってるから、え、今どこ縫った、えってなりながらそう、ずっと1回ずつ止めて、ここを返すのね、え、今返したそういう時かな、うん、僕はあとあれですよ、輪ゴムマジックもたまにちょっとやる。輪ゴムマジック、輪ゴムをこうクッキッてやって、こうやってパチンってやって、うん、ちぎ、まあ、輪ゴムちぎりましたね、でもこうするとほらもう元に戻りました。へー、っていうのを YouTube で見て、へ、こうやってやるんだっつってなんかどこかで宴会芸で、特に何もなく、あの知り合いの前で何気なくやって、こう今どうやったって言われてあ、これはねっつって本当見せるよとかじゃなくて、本当に何もなくこうぼーっとしながらグリ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 やって勝手にやってるって楽しい、楽しいね、うん、YouTube 今何でもあるもんね。何でもある、もうスプーンの曲げ方とかも、え、もういいじゃん力で、はい、この前あのスプーンの曲げ方とかあって、ちょっと試しにやってみるかっつったらできてしまって、うーん、あ、やべえなこれと異能じゃないですか異能じゃないんだあれ見せ方だじゃあ次のメールお願いします、はい、アイシャビート、あとワンチャンないかなさんからいただきました、はい、ありがとうございます。皆さん星ラジは耳ラジはですね、ありがとうございます最近美少女ゲームのラジオより VTuber の方がよっぽど過激だと思うことがあるんです。あ、某ダイスゲームも伏せ字や規制音もなく YouTube にダイレクトアタックしてますからね。そうなんだ、うん、私もそのダイスゲームってなんだろうと思って聞いて、そうそう、あれかって、うんこダイス、うん、なるほど。でまだね、見れますよね、うちらのチャンネル、うん、あ、そうですね。でそこで思ったんですが、手間だけどライブ 2D でなんちゃって VTuber で収録したら編集せずに長い目で見たら楽なんじゃ説を唱えてみます。それでは、あのね、カメラいるのよ、あVTuber になるためには。トラッキング用のカメラがいるんですよ。で一応やろうと思えばできるんですけど、キャラがない。あ、元絵ってこと。要するにそのオリジナルのモデルがない、要するにライブ 2D で動くモデルが。一応はなんか汎用のモデルなんかはあるんですけど、うん、汎用のモデルとかって商用利用 OK だったかなとかいろいろ考えたりとか、うん、そこはあの過去のクロックアップ作品のそう立ち絵を、じゃあライブ 2D 用に動くように加工しなきゃいけない。うーん、なるほどな。もともとライブ 2D 用に作ってないものだから、そうか、切ったり貼ったりの作業がいっぱいある頑張れ
ていう感じなんですよ。なるほど。えライブ 2D でやるとしたら誰のそのクロッカップ作品の中でどのキャラがいいとかありますか。キルルかな。サメデッドデイズね、はい、比較的最近だからいける気がする。そんな感じもありますし、何やっても怒られなさそうじゃないですか。あ、まあそうですね。ゲシシって言っとけばいい感じが。なので突拍子もないことをしても大丈夫そうなキュルリンがいいと思います。松井さんは、松井さんはもうあれでしょ、あの歌姫のサロメ。サロメ、あれもうだいぶ古いから動かないぞ。いや結局ほら動くようにライブ 2D モデルにするっていうんだったら、それかリンネちゃんか。ああなるほどね。だからリンネちゃんちょっとあんまりイメージを崩したくない。あれどうせ崩れるじゃん。ねえ、どうせちょっと様子がおかしくなるじゃん。リンネの様子がおかしいぞってなるじゃん。リンネの様子がおかしいぞってなりますけれども、本編でもなりますけれども、あんまり僕震えたし。なそのラジオのなんだろう、杉原さんっぽくはならない。なるほど。そうか。そう考えるとやっぱサロメさんは割とね、その辺片破りでもいいキャラクターなので。メーカー NG が出ました。なるほど。申し訳ございません。全国のリンネちゃんファン申し訳ございません。リンネちゃんの役をやってる杉原さんはいいですよ。あ、なるほど。そうですか。なるほどね。はい、そんな感じです。以上でメール紹介終わりかな、はい、さっきから鼻水がね止まらんのだよ。鼻セレブ使っていいですか。私さ、この鼻セレブはねもうさっき使い切りましたからね、セレブをね。そう、あんま鼻髪 ASMR とかやります。やりましょう。何を上品にしてるんですか。バッていきましょう。バッて。ちょっと今待っちゃったよ、飛沫が。飛沫が。これはね、まあ、富岳だったらとんでもない映像ですよ。映像が撮れてしまう。赤いつぶつぶビヤー出てますよ。ちょっと後であのアルコールマフンで言うし。じゃあちょっとこのコーナーを閉めてしまいましょう。はい、以上ふつおたのコーナーでした。続いてはこちら、エッチな音で行ってみよう、やってみよう。このコーナーは美少女ゲームや音声作品に欠かせないエッチな音だったりエッチじゃない音をパーソナリティ&ゲスト様と一緒に身近な材料を使って作ってみようというコーナーです。はい、アラガミンヘイ、はい、それでは今回を、今回をってなんだよ。今回の今回のお題を発表する前に効果音を作るための材料をですねご紹介いたします。あ、目の前になんか置いてありますね。アイチー、アイチーポッキー。あ、こっちにはポッキーの濃い深み抹茶。抹茶。お抹茶。抹茶。アンド。じゃがりこ。じゃがりこの L。長いやつですね。長いやつ、ね。はい。の3つが用意されております。はい。はい、というわけで、お題はこちら。ででん。よいしょ。行くほど気持ちいい、純愛 H さんからいただきました。ありがとうございます。エッチな音で言ってみよう、やってみよう。お題はポッキーゲーム括弧意味深の SE、うん、ポッキーゲームの芝居付きということですね。うん、どうした、なるほどね。いや意味深ってついてるんだと思って。意味深っていうのがついてますね。なるほどね。まあ、これがちょっとエッチめなポッキーゲームっていうことで意味深なのか、うん、あの男性の下半身のポッキーを使うことを想定しているのか。なるほどね。それ多分音声としてできませんね。なんでだろう、この文脈突然関係なくこれが噂のビリビリ君って入ってるのは何なんですかね。ポッキーのゲームにも関係ない文脈で台本の中にビリビリマシーンは初めてでしたか。どうして。なんか無理やりねじ込んだ感すごいですよ。それはないで大丈夫ですかね。まあ一応ビリビリ探せばこの中のどっかにあるとは思うんですけど、このスタジオの探します。いや大丈夫です。でもレッツメイキンビリビリを装着しながらエッチな音をお口で出していただく感じでってなってるけど、一旦これはあのお題にお題に沿う形でいいかな。ああなるほどね。いいかな、ちょっと一旦ビリビリ置いとこう。じゃあまずじゃあこのポッキッキーを開けて、抹茶がいい、それとも僕お抹茶開けちゃおうかな。じゃあ開けちゃう、じゃがりこ抹茶。ベリ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 
ゃあ、おじさん開けちゃうね。いいよね。ポッキー開けちゃうよね。いいよね。あ、すごい。ポッキーの中身ってこんな風になってるんだと思ったら、開け方見せた。おじさん、ここが硬いのよ。おじさん、最近の女の子はガード硬いんだね。じゃあ、とりあえずやってみますか。おじさんがね、若い頃はね、短いスカートなんかいっぱいいたからね、すぐパンツなんか見れたんだよ。今のスカートは短い。おじさん、ねえ、おじさん、スカートは短いと思うよ。じゃあ、とりあえず材料を机の上に用意しましたので、それじゃあみんな今日も元気に行ってみよう、やってみよう。はい、ということで誰からやってみましょうか。まあ、とりあえず私おじさんが聞きたいんですよね。お願いします。じゃあおじさんのポッキーゲームをすればいいのね。そうですね、おじさんのポッキーゲームおじさんのポッキーゲームをやればいいのね。はい、じゃあちょっと僕ね、バイノーラルマイクの真向かいに座りまして、はい、じゃあどうします、もう普通に始めちゃっていいですか。用意スタートとかなんかいります？用意ドン。じゃあ、おじさん、今からね、君とポッキーゲームするからね。このポッキー1本ね、おじさん2万円使ってるの、2万円。わかる？だからちゃんとわかってるよね。途中で話しちゃダメだよ。じゃあ行くよ。はい、はい。もうすぐ、もうすぐ唇ぶら当たっちゃうね。うんね、うんね、やるね。すごく美味しかった。はい。これがね、一体今どういう風にね、録音されてるのか全くわからないよ。わかんないですね。でも、どうでしたか、おじさんのポッキーゲームは。最高です。もう2万円払いたかった。いやー、これ出した方がいいですよ。ASMR コンテンツシリー、無理やりおじさんにポッキーゲームさせられる編っていう、モブおじさんね、CD を出そうっていう話になってたから、ああもう涙が出て。本当はもっとね、長いことやりたかったんですよ。勝てないよ。本当はね、まず一番最初ね、ポッキーのチョコを全部ベロで剥がすところから始めたかったんですけど、さすがにね、長引くなと思ったんで。ベロベロ。こんなん出されちゃったらもう、どうしようか。これは一番つよつよじゃないですか。つよつよだよね。これ最後に持ってくるべきだったね。いや、聞きたかった、どうしても。じゃあどうしようかね。王様ゲームにする？王様ゲームしちゃいますか。しちゃいますか。じゃあ右と我は左から。我は右。じゃがりこ音でっかそうだ。じゃがりこにする両方。多分めちゃうるさいと思いますよ。めちゃうるさいかな。ちょっと一旦ポッキーでやってみようか。そうですね。抹茶、じゃあ抹茶いただきます。おじさんの抹茶。おじさんの抹茶。ちょっと年季入ってるね。もうしょうがないんだから。どう？わからん。はい、いかがだったでしょうか。抹茶うめ。うん、ポッキーうめえな。じゃがりこちなみにどうなんだろう。じゃがりこ多分めっちゃうるさいと思う。音よ。いいらしいよ。ただちょっと小芝居としてはさっきのおじさんには勝てないんだよ。香水力の差。さすがですよ。さすがですよ。いや、本当はポッキーゲームで右から左から加えさせられてみたいな V の字にマイクくんが加えててっていうのをやりたかったんだけど、うん、ちょっとおじさんの構成力の高さに全てがかき消された。負けてしまったんだな。そうですね。それこそじゃああれじゃないですか、どちらかがそのちょっとエッチなお姉さんのポッキーゲームやってくださったら良いのではないですか。エッチなお姉さんのポッキーゲーム。エッチ？あれ？あれ？モブおじさんは。モブおじさん、エッチのポッキーゲームって何するの？え？チュー？チュー？おじさん最後さっきチューしとったよ。ポッキーゲーム？ポッキーゲーム？ポッキーゲーム？それはちょっと加えるものが変わってくるな。うん。お肉ソーセージぐらいがいいかな。そうですね。いくら細いとはいえね。
勃起ゲーム始まるよ。ダメだ。もう心いらで勘弁してもらえませんか。どうでしたか今回ね、皆さん聞いていただいて。まあちょっとおじさんに勝るものはなかったな。嘘、はいね、衝撃的。一応このラジオ多分男性向けなんですよ。女性向け作りましょう。女性でも割とね、特殊性癖に近い女性向けの何かになってしまう。無理やりやられたい。そう、無理やりやられたい系の人とか。モブおじさんラバー。だって汎用性広いですかね。モブおじさんつって別に女性対女性じゃなくて男の子男の子でもありますからね。ああ、モブおじさんはね。モブおじさんは便利だから。ああ、もう別にモブおじさんね、女性しかやらないわけじゃないですか。可愛い男の子もやったりしますから。そんなので男の子なの、うん、って言いながらやります。やりますからもう。女の子みたいなのにおっついてるんだね。いやらしいって言いますから。大丈夫です。いやらしいおっだね。その CD 買えないかな。おじさんに触られてそんなこんなちっこいのにちゃんと硬くなるんだよ。もう大丈夫かしら。言い始めると止まんないんだよ。はい、もう一作品完成してしまいますからね。一応完成作品は効果音をみんなでヘッドホンをして聞いてみましょうっていうことだったんですけど、今回は割愛でいいかな。いいでしょ。私はこれ完成品をモブおじさんだけループして聞きますから。それもそれでどうかな。はい、ということで、いかがでしたかということで、はい、リスナーの皆様からも評価をいただきたいので、今回の音の出来栄えを10点満点で採点して、メールまたは番組のコメント欄にお寄せください。はい、まあ、多分ねコメント欄でね、おじさん1点とか書いといてくれないと。おじさん好評ってなって継続するようになっちゃうから。でもう売りましょうよこれ。また次回僕たちに作ってほしい音のお題も大募集。応募は番組ホームページの投稿フォーム、または YouTube のコメント欄からお願いします。以上、エッチな音で言ってみよう、やってみようのコーナーでした。というわけで、クロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ、耳山だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジはいかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。楽しかった。もう完全にモブおじさんにやられちゃってる。気分が。はい、まあそんな感じでね、今回もやってきたわけでございますが、はい、暑い。ね、暑いね。もうスタジオがめっちゃ暑い。いや、もう目の周り、汗でかいてるんだもんだって。暑っ。まあ、梅雨時ですからね。そうですね、蒸し暑いので皆さんもね、あんまりこう、ご自愛くださいませと。あんまりムシムシしてるところにいるとね、今度は熱中症でぶっ倒れる可能性ありますからね。そうだね。はい。ということで、クロックアップからの告知なんですが、はい、オープニングから再三言っております、はい、あと眠れぬ羊と孤独な狼、はいはい、外伝が、はい、はい、これが8月のですね、いつだったっけ、26じゃなかった、8月の27に発売されますので、はい、こちらね、ホームページでもいろいろ展開しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、そして音声作品の方もですね、多分近いうちに発売されますので、はい、はい、ちょっとメス書きが、なんとかリアムちゃん、そう、生意気なメス書きが果たしてどうなるのか。いやー、あれすごかった。台本も ね、しっかりめに、しっかりめの内容でしたよね。結構ボリュームありましたからね、見た感じ。まず文字だけ見て、おーってなって、ね、ってちょっと聞かせていただいて、はい、先にね、試食させていただきます、ね、試食させていただいて、こちらはお楽しみに。はい、よろしくお願いします。お願いします。青さんの方からは、はい、ですね、はい、今月7月2日ピンポイント様より発売されますひめきし土下品敗北人生陰辱の無様奴隷というジャンルがですね、うん、そういうジャンルなのね。ひめきし徹底地獄戦火アドベンチャーゲームというものに出させていただきます、うん、アリシアという役をやっております、はい、よかったらぜひお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、あ、クロカップツイッター言ってないわ。そう、言ってないと思って。はい、アットマークのね、CLOCKUPOFFICIAL で検索してもらうと、クロカップオフィシャルっては出てくるんで。なるほどね。はい、それをね、フォローお願いしますと。おじさんは今、ポッキーだった。うん。おじさん、口の中にちょっと半分ぐらいのポッキー入ってるから。がっくりした。はい、というわけで、こちらでは皆様のメールをお待ちしております。普通歌では普通のお便り。お試し ASMR 体験会ではバイノーラルマイクで表現してほしいセリフシチュエーションなどを大募集。みんなで ASMR コンテンツを盛り上げましょう。
そしてエッチな音で言ってみようやってみよう、美少女ゲームや音声作品に欠かせないエッチな音の作り方を覚え、効果音も作れる美少女ゲーム声優&ディレクターを目指すコーナーでございますと、うん、その他日本語で読めれば何でも OK、 投稿は番組ホームページ内にあるメールフォームからお願いしますと。はい、もうだんだんエッチな音でっていうところかけ離れてますけどね、うん、もう今ね、まあまあ、でもさっきのポッキーはちょっとエッチだったよ。だから効果音ではないあれもう、そもそもみ、うん、音声作品だね、あれはね、シチュエーションだよねどっちかといえばこれ ASMR コンテンツの方に近いからあれはい、それではクロックアッププレゼンツ耳垢じゃないよ耳山だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジは終了の時刻となりました。お相手はクロックアップの池田かなめと、パーソナリティ杉原まつり、そしてゲストは葵時代でお送りいたしました。はい、次回は、各週金曜日更新、7月16日更新予定でございます。おい、まあ日本撮りだからね。そうですね、だこの後多分収録はすぐあります、はいはい、ただそれが流れるのが7月16日になるそうです。更新はされます、大丈夫、安心して、はい、ちゃんと大丈夫、はい、じゃあいきますよ、せーの、それじゃあまたね。耳垢じゃないよ耳山だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジ、この番組はクロックアップの提供でお送りいたしました。おじさん今入っちゃうのかな、おじさんのポッキー言うの、入ってたら別に、あ、モブおばさんやる、モブおばさん、私もモブおばさんやる、早い、早いんだよなじゃあモブおばさん、お父さん、なんだろう、いい、もうお父さんどうぞ、ほら、ちゃんと加えて重くはシューしたよ、ニバニューにはダメなのよあ、それ言ってもいますよマジで